和光市駅。和光市駅は、埼玉県和光市本町にある、東武鉄道、東京地下鉄、東京メトロの駅である。東武鉄道と東京メトロが校内を共用する、共同使用駅で、東武鉄道が駅を管轄している。東武鉄道の東上線と、東京メトロの有楽町線、副都心線が乗り入れる。東駅小竹向原駅の区間は、 東京メトロ有楽町線と副都心線が線路を共有している。駅番号は、東武東上線が TJ11、東京メトロ有楽町線が Y01、副都心線が F01 である。東京メトロの駅としては最北端かつ最西端に位置する駅であり、東京の地下鉄全体でも最西端に位置し、唯一埼玉県内に所在する駅である。 1914年、大正3年5月1日に登場鉄道、現、東武登場本線池袋駅電面沢駅の開業から大幅に遅れて、1934年、昭和9年2月1日に埼玉県新座郡、新倉村に新倉駅として開業したのが始まりある。開業直後の同年7月12日に新倉駅へ変更した。 開業当時の当駅近隣の集落は白子宿など川越街道沿いに存在しており、駅は畑の中に開設された。そのため開業当初の1日平均の乗客は約94人で、1938年、昭和13年には約160人であった。大日本帝国陸軍が 白子村と新倉村の全面積の約20%に相当する土地について1937年、昭和12年から買収を進め、1941年、昭和16年11月2日に陸国岡士館学校が移転し、1940年、昭和15年に大倉財閥系で機関銃を製造していた中央工業、新倉工場や芝浦工作機械、 日光航空工業など多くの軍事工場も進出し、駅の南側を中心として人口も増加した。1945年昭和20年には1日平均の乗客は開業時の20倍以上に増加した。第二次世界大戦で敗戦したことにより、1945年昭和20年8月に陸国お菓子館学校は解散され、軍事産業は 壊滅状態となった。しかし、陸軍におかし館学校跡地や中央工業、新倉工場跡地などが、米軍接収され、キャンプドレークとして、米軍第一騎兵士団に約4000人が進駐し、1960年、昭和35年3月には、陸上自衛隊安坂駐屯地が開設されたことから、戦後も、軍需都市的な側面が残った。一方、 ホンダ研工業が1952年、昭和27年3月に、日光製機工業の工場を買収して、白子工場を開設し、1953年、昭和28年7月に、中央工業、新井倉工場跡地の一部を買収して、大和工場を開設するな民事工場の進出も、相次ぎ、当駅周辺は、新たな発展を遂げた。その後、 米軍基地返還跡地に日本住宅公団が1965年昭和40年4月西山和団地を開設したのを皮切りに南山和団地や諏訪原団地が開設された米軍ニークラ倉庫となっていた中央工業ニークラ工場跡地の一部が1971年昭和46年6月23日に返還され翌1972年 昭和47年にその土地を取得した伊藤忠商事が深夜配津和校として開発を行うなど変換された米軍基地の跡地には多数の団地開発が進められた。また、1941年昭和16年7月20日に開院した白子陸軍病院が1945年昭和20年12月1日に厚生省に関され、 一般市民向けの医療施設、国立埼玉病院として存続し、米軍基地返還跡地の一部に1967年、昭和42年3月に、理化学研究所が大和研究所を開設するなど、公共系の施設も当域周辺に立地した。さらに、松野木島地区や丸山台地区などで、土地区画整理事業が進められ、新興住宅地としても発展した。 この間、1951年、昭和26年10月に、調整施向を受けて、大和町駅、大和町駅に改称された。こうした利用者の増加に対応して輸送力増強を行うため、1964年、昭和39年1月には、東駅東京都、板橋区志村間で、東部登場支線、1969年に、 板橋区の住居表示実施により高島平の町名が発足してらは、仮称、東武高島平線を建設する計画が立てられた。この計画には、東武東上線と、都営地下鉄六号線、現、三田線、及び東京急行電鉄池上線、旧田園都市線、現、大井町線において、愛直通運転を行う内容が盛り込まれていた。しかし、 東京都交通局が1968年、昭和43年12月27日に、菅も志村、1969年8月1日、高島平に改装館を開通させた後、東武鉄道は六号線計画について、都心へ向けて大きく迂回するルートであること、及び、池袋駅を経由しないために、東武百貨店をはじめとした池袋地区の開発に、死さず、 東上線にとっての戦造効果が見込めないことを理由として都交通局に相互のり入れ計画撤回を申し入れた都交通局側は難色を示したが1972年昭和47年3月1日に都市交通審議会が運輸大臣に提出した都市交通審議会答申第15号において東京6号線建設予定計画が高島平戸田市西部浦安市西部 大宮市西部に変更されたことにより、東駅高島平間4 8トルの東部、高島平線計画は正式に撤回された。高島平駅が2面4線のホームとなっているのは、この計画の名残である。東武鉄道が保有していた、同線免許のうち、高島平駅、仮称3延長駅間1 5トルについては1973年。 昭和48年4月に、都交通局へ譲渡され、都営地下鉄6号線、高島平西高島平間として1976年、昭和51年5月に開通した。この間、1970年、昭和45年12月に、市政施行を受けて、和光市駅に改称された。一方、1969年、昭和44年1月に、 帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄、愛称東京メトロが地下鉄8号線、現、有楽町線の車庫を、米軍ニークラ倉庫跡地の一部に設置し、そのための引っ込め線を、東部東上線に沿って建設する構想で用地の、取得を申し入れた。同線の建設計画は、1968年、昭和43年10月に営団が免許を取得した、時点では、 赤市町、開業後の新富町駅田町駅、飯田橋駅、池袋駅なります駅とされており、当駅への乗り入れは含まれていなかった。1970年、昭和45年4月10日に値段が、大和町、現和光市当局に示した、当初の構想では、東上線に沿う形で、高架線を建設し、駅を開設せず旅客扱いを行わないものであった。 そのため町当局が反発し、旅客扱いや、車庫の地下化など7項目の要求を行い、受け入れられない場合には、車庫の建設を認めないと表明した。その後1975年、昭和50年10月に A 団が当駅から渋谷駅までの路線、第13号線の建設許可を申請し、1976年、昭和51年8月11日に、 運輸大臣から英断に事業免許が交付され、1978年、昭和53年7月11日には、第8号線、現、有楽町線の建設許可も交付された。これを受けて、和光市も地下鉄乗り入れに伴う、駅周辺の整備事業に乗り出し、渋滞解消のための立体交差や、土地区画整理などの調整を始めた。立体交差化について、 当初は高さ4.5メートルの地下道を建設することが構想されたものの商店街への影響を避けるため鉄道側を1.85メートルかさ上げすることで地下道の高さを維持したままで深さを抑制する計画へ変更され1985年昭和60年8月5日に地下市道が開通したさらに新線建設や乗り入れに向けた駅の改築工事などを進め 1987年、昭和62年8月25日に、帝都高速度交通営団、営団地下鉄有楽町線が、営団成増駅から当駅まで、延伸開業し、相互直通運転が始められた。その後、2008年、平成20年6月14日に福都新線が、全線開通して、当駅から東武東上線との相互直通運転が、始まり、 2013年、平成25年3月16日に渋谷駅地下ホームが完成したことにより、副都心線を経由して、東急東横線との間の総合直通運転も始まった。南口のみで営業していたが、営団地下鉄の乗り入れに合わせた改良工事で路盤全体を重上げして、半降下化し、北口の開設や地下指導の建設と合わせた立体交差による、 踏切の廃止などが行われた。和光市のウェブサイト、町の景観変遷に掲載された画像が示す通り、有楽町線開業以前は、島式ホーム一面二線で、現、上りホームの位置にホームがあり、駅舎は現在の南口側、現、下りホームの場所にあった。改築に伴い、駅本屋及び改札口は、池袋寄りに移動した。 島式ホーム2面4線を有する高架駅。半高架式。ホーム直下に改札口があり、改札からは階段、スロープありを登って駅舎外に出る構造となっている。池袋型階段に上りエスカレーターが設置されている。駅売り店は改札外の自動券売機横にある。当駅式間は東上線内で唯一の複々線区間である。 浅香川側に、有楽町線、福都新線列車の引上げ線が2線あり、線路はその先の和光検築に続いている。有楽町線、福都新線には当駅発着列車が設定されているのに対して、東上線の当駅発着列車は設定されていない。地下鉄線内の当駅発着は、平日日中及び土日祝日でも1時間に10本あり。 うち4本搭乗線直通、ラッシュ時やダイヤが乱れた場合を中心に、B 線で当駅から列車が呪術繋ぎになる場合がある。東武鉄道と東京メトロが校内を共用する共同使用駅で、東武鉄道が駅を管轄している。東武鉄道の搭乗本線、東京メトロの有楽町線と副都心線が乗り入れている。 有楽町線と副都心線は当駅が起点であるが、列車によっては、東上本線川越市方面へ直通運転を行う。当駅小竹向井原間は、有楽町線と副都心線が線路を共有している。東京メトロの駅では最北端かつ最西端で、東京の地下鉄全体で最西端に位置し、唯一埼玉県内に所在する駅である。駅番号は、 東武鉄道の東上本線が TJ11、東京地下鉄、東京メトロ有楽町線が Y01、福都新線が F01 となっている。なお、東駅のローマ字表記は、東武は和光市であるのに対し、東京メトロは和光市となっている。このため、駅名表においては、1.4番線側は、東武での表記、2.3番線側は、 東京メトロでの表記が用いられている。下り列車は、1番線を東上線、池袋方面からの列車、2番線を、有楽町線、副都心線方面からの列車が使用する。3番線、有楽町線、副都心線乗り場は、有楽町線開通当初から、発車ブザーが、それ以外では朝ラッシュ時のみ4番線で発車ベルが、使用されていた。 2007年4月5日より登場線ホーム1.24番線に発車メロディが導入された。遊楽町線、福都新線ホームの3番線は2012年7月7日のホームドア稼働開始と同時に発車メロディ、きらめくホームが導入されたが、同年12月17日には再び発車ブザーに戻された。1日平均の乗降人員は以下の通りである。数値は、 東武鉄道、東京メトロとの直通連絡人員を含んでおり、実際の駅自体の利用者数はこれよりも少ない。当駅の中心的な出口である南口は、区画整理が完了したことに伴い、南口を中心に多くの商業ビル、銀行などが立地するようになった。前述のように駅の南側にはかつて軍の施設や軍需工場があったことからまとまった土地があり、その跡地に、 理科学研究所やホンダ技術研究所などの国や民間の施設が立地した。そのため南口からは多くの研究所方面行きのバスが発着している。2018年現在、2020年春、開業予定の和光市南口駅ビル、仮称建設により、駅構内では改装工事が行われている。北口駅前周辺は、 道路が狭く住宅が密集しているなど多くの問題を抱えていることから、和光市では2008年度から北口土地区画整理事業を進めている。今後、新たに駅前交通広場を設け商業系、住居系土地利用の増進、道路や公園などの整備を行っていく予定である。北口と南口に和光市駅停留所があり、以下の路線バスが発着する。 一般路線バスは、東武バスウェストと、西武バス、空港連絡バス、高速バスは、西武バス、東京空港交通、京成バス、東武バスウェスト西日本 JR バスにより、運行されている。南口は研究所方面行きのバスが多く発着する。国際工業バスも池袋駅西口発信や、急行バスが南口に乗り入れている。すべて東武バスウェストの運行。 北口にはターンテーブルが設けてある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。